皆さんこんにちは。ギリシャの猫のお時間です。今日は餌待ちをしている猫さんに会いました。喫茶店の営業前に猫さんが行ってご飯をもらうんですけど、ご飯皿にカリカリなかったんですよ。で、猫さんが店のご主人の足元に行ってゴニョゴニョ言ってたんですよ。もらえるといいですね。